別に問題ない。けど周りからは変な目で見られると思う。まあ恋人でもおかしいんだけどね。なあ、ちなみに俺はいつでもバッチコイっす。てか漁師さんとグレーテルってそんなに仲悪いんすね。いつから仲悪いんすか？最初からって。一応家族なんすよね。そりゃあれだ、シスコンってやつなんじゃねえすか。まあそうじゃなくてもさ、一つ屋根の下に年頃の男女が住んでたら一応心配もするんじゃねえの。漁師さんにとってはアリスちゃんは本当の妹なわけだしさ。そういや、グレちゃんは自分がアリスちゃん家に引き取られたってことを知ってんだっけ？え？あ？あ？どういうことっすか？俺も知ってるしね。いや、アリスちゃんはよくやってると思うっすよ。そりゃそうだ。どうすかね、頭のいいやつではあるけど本当の兄弟だと思ってるグレーテルが姉の自分への気持ちが恋愛感情だって気づく。そうっすね、普通は。
アリスちゃんを？まあ、そうっすね。絶対王政ならぬ絶対姿勢になる。その割にはいろいろやり込められてるっすけどね。どう、そのどこから湧いてくるのかわからねえ自信、最高っす。なんで？アリスちゃん的には願ったり叶ったりなんじゃねえんすか？好きなんすよね。そんなに脆い男っすかね、やつは。だったらなおさら少し距離を置いた方がいいんじゃねえすか。別にいいっすよ。俺たち友達じゃねえすか。友達の助けになってやれって俺のばあちゃんもよく言ってた。惚れた？マジっすか。じゃあ早速助けてもらってもいいっすか。キ君の弟君が傷つけた我が名誉を回復してほしいっす。諦め早っ。お姉さん。ねえ、お姉さんってアリス・ユリか？
さんとグレーテル君って血がつながってないって本当ですか？おい、バカやめろって。はあ？言ったら何かまずいんですか？は？いって、何すんだよ。はあ？姉さん、何やってるんですか？君らもうちの姉を捕まえて何やってるの？別に、なんもねえよ。なあ。うん。はあ。ええ、そりゃあもう。ああいう輩とはいちいち付き合わず無視してください。まさか
ちょっと行きがった田舎の不良どもです。あんなのをわざわざ相手にしませんよ。で、あいつらに何か嫌なこと言われましたか？へえ。今さら気にしたところで遅いですよ。別に僕も気にしないし、姉さんの好きにしたらいいんじゃないですか。ほら行きましょう。あんまり暴れないでください。パンツ。ええ、そうです。どうせ僕は、大馬鹿者ですよ。安心してください。別にあなたを傷者にする気はありませんから。見てわかりませんか？ただのリボンです。かわいいでしょ？姉さんのために買ってきたんです。姉さんに似合う色は何だろうって思いながら慎重に選びました。姉さんはやっぱり白かなって思ったんですけど、僕、白い色って嫌いなんですよ。だから、結局僕の好きな色にしてしまいました。たまにはいいでしょ？僕、緑って好きなんですよね。それに、材質もこだわったんですよ。これ、実はシルクなんです。手触りいいでしょ？結構高かったです。ちなみに姉さんの手を縛っているものとお揃いなんですよ。で、ああ、見えないか。残念。どうすると思います？あとはこれを、この鳥かごに結びつければ完成です。ピンポーン！大正解です。どうせ、ここからすぐに出られると思ったんでしょ？どっこい、そうは問屋がおろしません。これでそう簡単には逃げられませんよ。似たようなもんですよ。本番があるかないかの違いってだけで。大丈夫です。ほどけやすいようにリボン結びにしますから。
姉さんは何が不満なんですか？人権ね。姉さんの人権は、手足を拘束されたぐらいで揺らぐものなんですか？ええ、そうですよ。そうかもしれませんね。でも、自由になりたいのなら、それこそ姉さんの心がけ次第じゃないでしょうか。今日も姉さんは僕の言いつけを破って、よく知りもしない人間を家にあげましたよね。さあ、ぶっちゃけ僕もわかりません。あの人が何者なのか、何を考えているのかもわかりません。ただ、あの人は利用できるから利用しているだけです。賢い姉さんのことですから、ここがどこだか、なんとなく気づき始めているんじゃないですか。姉さんは本当に頭がいいな。感心しますよ。あるからしているんじゃないですか。探しに来ませんよ。あの人たちは僕たちを捨てたんです。そうです。姉さんが信じようが信じまいが、どうだっていいです。僕は、誰かの命令じゃなく、僕のしたいように動きます。
ラッピングされた姉さんも素敵ですよ。いえ、結構です。いえ、別に遠慮なんてしてません。暇なんですか？寝てればいいじゃないですか。へえ。面倒なことから解放されて、むしろラッキーじゃないですか。それは殊勝なことで。トランプでもします？じゃあ、しりとりでもしますか。しりとり。はい、姉さんどうぞ。ご飯。すいとん。シアン。内乱。修正案。知ってるんです。別にいいですよ、それで。んで始まる言葉よりも、んで終わる言葉の方がはるかに多いですから。そういえば、今日のお風呂はどうしますか？暇なら、今から一風呂浴びてくればいいじゃないですか。半身浴でデトックスですよ。まさか、姉さんのいいところの一つはおっぱいなんですから、痩せたらむしろマイナスですよ。
するはずがありません。僕は姉さん以外の女の子には非常に紳士的な対応をとっているつもりです。さあ、着替えも用意してますので安心してお入りください。はい。いえ、結構です。一緒に入ってる時にガツンと殴られたら嫌ですし。どうしてもというなら、昨日も言った通り拘束した状態で体を洗ってあげてもいいですけど。まあそうですね、たまには僕が先に入りますか。で、僕がシャワーを浴びてる隙に何するつもりなんですか？いたずらしません？そうですか。それじゃあ、お先に失礼します。あ、そうだ。はしたない。ギャーなんて。仮にも女性なんですから、もうちょっと可愛く叫んでくださいよ。一体何やってるんですか？はい、閉めました。うん、姉さんも学習してきましたね。今更かまと飛ぶって。僕の下着だって平気な顔して洗濯してたじゃないですか。いや、別に真っ裸じゃなくて下着姿ですし。第一、姉さんが持っていた少女小説でも半裸の男とヒロインがくんずほぐれつって感じでしたけど。
お待たせしました。似合いませんか？姉さんとお揃いですね。ほら、姉さんもさっさとお風呂に入ってきたらどうですか？姉さんからも同じ匂いがしますよ。ほら、早く行ってきてください。もちろん。姉さんが入ってる間に食事の支度をしておきます。何かリクエストはありますか？わかりました。美味しいですか？そうですか。それは良かった。